皆さんこんにちは、ヨッコです。ヨロバアニアセヨ、ヨッコイミダ。今回は日本でもね、一時期大ブームやってヘルシーで有名なね、タッカンマリを食べに来てみました。私も実際に日本でね、タッカンマリの店でバイトしてたので、すごくね、めっちゃ恋しくなる時があるんですよ。でそれが今日なんですけども、一応ここがね、東大門のあのタッカンマリ通りっていうね、すごく有名な通りに来てみました。ここはね、ちょっと外れなんですけども、さっきね、通ってきたらすっごい人で、やっぱり大人気なだけあってすごいなと思ってね。で今回がですね、あのそこの中でもね、有名なヨンドンタッカンマリっていうのお店に行ってみたいと思います。そこがね、あの半匹から可能ということで、やっぱり一人でね、行かれる方はね、一匹ちょっと多いかなっていう感じだからね、半匹を求められると思うんですけども、私もね、半匹出てくるお店をね、やっと見つけたっていう感じでね、はい、まあね、行ってみたいと思います。ですっごいね、なんか歩いてきたらレトロみたいな感じのね、街並みが出てきて、わこれこそなんかドラマに出てきそうなとこやなと思いながら、ちょっとね、嬉しくてね、これ撮ってるんですけども、はい、こんな感じでね、ちょっと舞い上がってます。はい、じゃあ早速ね、食べに行ってみたいと思います。それではレッツゴー。めっちゃでかい水。はい、皆さんこんな感じでね、入ってきたんですけども、入ってきた時からね、人にやからこうやって半匹って言ってくれて、いやもうなんかはいみたいな感じで、ね、なったんですけども、めっちゃ優しい店員さんがね、すごい多いんですけども、その分お客さんも多くて、お店もめっちゃ広い。で一応今のがね、半匹出てきたんです。すぐ出てきました、ほんまにパッて。はい、こんな感じでね、タッカンマリ久しぶりにね、食べていきたいと思います。タテギやね、大事なこのね、タレと餃子と必須の胡椒。はい、これはね、何か分からへんねんけど、一旦ね、ちょっとね、準備していきたいと思います。お皿は2個出てきて、これは多分お肉とか食べるようかな。こっちがソース、どっちか分からへん。こっちがソースやね、多分周り見たらぽい。じゃあソースを作っていきたいと思います。これやね、多分これが甘くない醤油みたいな感じ。うん、もう匂いだけですごい醤油、醤油、甘い醤油。うわー、めっちゃ美味しそう。めっちゃグツグツいってる。네넣었어요네알았어요韓国あるある、なんかホースでつながってるからちょっと怖い。めっちゃ好きなんですよ、私はこの水キムチ、めっちゃ好きなんですよ。いただきます。食べてみよう。めっちゃ美味しい。このなんか酸っぱ辛い感じが最高。半匹やからお肉そんなにないんかなと思ったら、めっちゃ入ってるかも。こんな感じでお餅がめっちゃ入ってる。足このね、見えるかな、油がね、めっちゃ浮いてるんですよ。この油がね、またね、いい油なんですよね。ここは胸肉から食べていきます。ポックンムルドチョック이게처음에는국물이되게싱겁죠크리미온크리스럭좀맛있어지는그런느낌아진짜좋아요그게약간뭐라해야될까닭한마리의매력이죠형일단먹어볼게요오늘도맛있게잘먹겠습니다여러분일단아무것도안찍어서국물부터아근데여기처음부터아되게맛이있어요뭐라해야될까닭닭鶏のだしめっちゃ効いてるし、この間タッカンマリ韓国で実は食べたんですね。けどその時よりもめっちゃだし濃いかも、最初から。잘먹겠습니다。처음에는이대로。
와우야딱안따보니까지하철도뭐으쌰에어디로가려고진짜야와라카이오니크야바이막사가야돼이제와뭐맛있는데그러면아까만든여기에다가좀찍어서야이거지이게제가옛날에알바했을때맨날닭가마리에다가마늘을넣었거든요많이그래서오늘도하러나온마늘도여기에다가넣을게요최고지너무맛있는데저는삼계탕그것보다는진짜닭가마리더좋아하는것같아요아맛있어예미에르까나그거네정말미에르했는데아브라가네매치못들은데스요코레가매치오이시요코레가네뭐다미오とかにいいんかな多分닭가마리는오니크も好きやけどやっぱりスープがほんまに最高ぜひこれ一人旅で来るときとかに来てほしいかもみんなやっぱり韓国って一人飯があんまりその日常的じゃないから結構少ないんやけどこういうところもねけど半引きがここもメニューにはないんよ半引きっていうのがけどやっぱ来てみたら半引きがあるっていうことやからぜひここの店ねおすすめしたいですわんこの骨にへばりついててお肉がめっちゃ美味しい。이떡이보이죠여러분떡이에요난꼬레코로케르메짜와고기가엄청고요아마이게반마리라서 14,000원인가아마도이게한마리로28,000원이에요뜨거워닭가마리라는게수원에서는제가본적이없는것같아요서울에만있는건가부산에는저번에없다고들었던것같은데부산여러분부산에는없어요서울에만있는건가これもだいぶ火強くなってきたら止めちゃうと思うんだけどみんな炊き続けるのがいいよでも今日の感動はこのお餅かもしれないめっちゃ美味しいやばい分かると思うけどほんまにへぬへぬなんよこれがめっちゃ美味しいけどこの半引きマジでありがたいじゃあこのじゃがいも食べてみようかみんなさあこのホクホクのじゃがいも一発いってみますあまっさったりよたりうわ何もうなんかパッてそのほぐれる何これ一番柔らかいかもしれん胸肉とかは結構ちょっと硬くなんていう柔らかいけどこうしっかり噛まなあかん感じやってんけどえ足の肉めっちゃ柔らかい何これうんいや바로물리드는느낌대박인데와아이게진짜한국인旅行来たら絶対食べなあかん食べ物ですよみんな와なんか甘い美味しいめっちゃ何これもう一個来てるんだ
네, 여러분 포인트가 되게 이거죠. 그물에는 넣어야 돼요 무조건. 이거지. 너무 맛있어요. 아 그물 왜 이렇게 맛있지? 사장님 여기요. 갈국수 하나랑 앞접시 하나 주세요. 감사합니다. 조금만 넣어주세요. 여기는 갈국수가 얇은 면이네요. 시그널에 밥이 땜이요. 와. 여기에 이게 최고지. 아, 너무 잘 어울리는데? 幸せ。皆さん見ましたよね、あの鶏の脂がねすごい出てたんですけども、それがめっちゃ美味しい。で感動したのがね、やっぱりね最後の麺とお餅です。お餅感動的やばかったです。でもなんか思ったよりもね日本の方が少なかったから、あれと思いながらいたんですけど、他のね外国の方が結構ね多かったです。であとねお店の方もねすっごい親切で、こうこうやって見回ってくれてて、食べ方わからんってなってたら多分教えてくれててね、すごい優しい方たちで、いや皆さんもねぜひね一回ねこのタッカンマリ通り、ミョンドンタッカンマリにね来てみてください。はい、こんな感じでね今回の動画はねここまでにしたいと思います。いつも見てくださってね本当にねありがとうございます。またね次の動画でねお会いしましょう。アンニョ、バイバイ。美味しかった。